聖ヒッポリトスの殉教やつざきの系とは、世界各地で行われていた死刑の執行方法の一種。秘書刑者の死を、牛や馬などの動力源に結びつけ、それらを異なる方向に前進させることで肉体を引き裂き、死に至らしめるものである。古代イギリシャでは、ディアスフェンドネ・ゼといい、たわめて固定した日本のこの間に罪人を、逆さつりに縛り付け、 木が元に戻ろうとする力で股を裂く方法も用いられた。最も重い死刑の形態であり、国刑として知られる。恐怖の馬まとしても知られる。四つ先、車先、馬まとも呼ばれ、総称して引き先刑と呼ばれるが、中世ヨーロッパの車先の刑は引き先刑とは異なるものを指す。馬まは、足のみにくくりつけ人体を二分する刑のことでもある。 中世フランスのイカーテラメントは最も重い死刑の形態であった。イカーテラメントはフランス語や英語においてバラバラにすることを意味する言葉である。フランスの刑罰では人体を両手、両足、胴体にごぶする方法になっている。これに対して適当な日本語訳として通常、八つ咲きが当てられている。フランスでは国王及び王族に対する殺人及び殺人未遂。 国王に対する反逆に対して実施されていた。馬を四頭用意して手足を縄で縛り四方向に人体を引きちぎるという残酷な刑罰だった。1600年に女性に対してのこの方法での処刑が検討されたことがあったが審議の末に公式へとされた。正式に廃止されたのはフランス革命時で1791年6月3日に立法院で 刑法第3条が改定され、死刑の方法が残守のみになった時である。ロベール・フランソワ・ダミアンの処刑、ロベール・フランソワ・ダミアンは、ルイ15世の殺害を図って捕らえられ、1757年3月27日に八崎刑に処せられた。この時の様子は、死刑執行人のシャルル・アンリ・サンソンが詳細な手記を残しているため詳しくわかっている。病気の父の代理として、 当時18歳だったシャルル・アンリ・サンソンが死刑執行人として臨んだ。実際に処刑を取り仕切ったのはおじのニコラ・シャルルがぶ員。パリで八つ咲きの刑が行われるのは147年ぶりということで、誰もその実際の手順がどうなのかがわからなかった。そこで判決を聞いた二人のサンソンは必死で公文書や歴史資料を読み漁り。 八崎の刑の執行手順や必要な用具を調べ上げた。八崎の刑はあらゆる刑罰の中でも必要な用具と人員が最も多い刑罰なため、三村たちは準備に奔走した。国王の新薬未遂という大逆罪を犯した犯人の処刑である。一万一当日になっても用具が揃わず刑の執行ができないようなことにでもなれば、一転して、 その執行人の責任が厳しく追求されかねない状況にあった。ダミアンはまず寺院の前に連行され、そこで罪を告白する公然告白が行われた。この後グレーブ広場に連行され、処刑台の上に上げられると、まず国王を刺した右腕を罰するために右腕を焼いた。次に、ペンチで体の肉を引きちぎり、傷口に沸騰した油や溶けた鉛を注ぎ込んだ。次に、 地面に固定された X 字型の木に貼り付けにされ、両手両足に縄を結ぶと、それらのもう一方の先を四頭の馬に繋いだ。これを号令とともに、馬たちが一気に四方向に駆け出すことで、ダミアンの体から獅子を引き裂こうとしたのだが、そう簡単にはいかなかった。この手順を一時間に三度も繰り返したが、ダミアンの体はびくともしない。そこでサンソンは、ハンジの許可を得て、 獅子の付け根に切り込みを入れた。すると次の回ではまず最初に片足がもぎ取られ、次にもう片方の足ももぎ取られ、続いて右腕が引き裂かれた。ダミアンはこの時点で絶命していた。バラバラになったダミアンの遺体はその場で仮装に付された。ガブリエル・サンソンはこの仕事のあまりの衝撃に耐えられず、息子のジャンルイに職を譲って引退した。クスコにて馬に引かれて、 八つ先にされるホセガブリエル・コンドル・カンキ・イギリスには、クワルテリングがある。英語で四等分を意味する言葉なので、この場合、四つ先の刑と訳されることが多い。対逆犯に対して行う死刑の過程をまとめて、ハングド、ドローン・アンド・クオータードと呼ばれる。これは、首吊り、内臓えぐり四つ先の刑と訳される。イーゴリ・イッセイの最後。 わわめた二本の木の弾力を利用した方法で、体を裂かれたという中国では、車、列、車先五馬分かばね、と呼ばれる系があった。それぞれ罪人の死に馬車をつないで一気に発進させて、引き先、人間の体を二本の腕と二本の足、そして、胴体の合計五つに分解するのである。これらは通常、車先の系と訳される。また、馬車を使わず、直接、 馬や牛に引かせるといった方法もあった。この刑の執行は、すでに古代の修王朝から記録が見受けられる。春秋時代になると、互いに歯を競う諸公たちは、自身を害しようとする反逆分子をこの方法で処刑した。戦国時代には、旗の最小の将王が、さらに旗王政の母親の愛人であるなどがこの方法で処刑された。真による統一以降も、 陳衝の部下であった、葬竜がこの刑で処刑されている。五冠末に、高金刀の盗木の場元義も、同様に車先で処刑されている。三国時代の暮れにおいては、暴君として名高い孫博士が、自身の死後の行為継承者と目される、孫勇に取り入ろうとした、余生大使の長州務を車先に処している。五個十六国時代には異民族の侵入で、世が混乱した。 木興した国々の統治者たちは、性格が凶暴なものが多かったが、中でもあと、蝶の石虎は蒸気を逸していた。彼は領民に対して、可憐中級を続けたが、身内に対しても容赦しなかった。可愛がっていた三男の石頭が、次男の一戦によって暗殺されると、一戦の下顎に穴を開け、金輪を通して繋いだ。さらに紙と下を引き抜いた上で、 公主刑にしてから火破りに処し、彼の妻9人と子供も皆殺しにした。さらに一千の親衛隊300人、宦官50人を全員車列に処した。五個十六国の特徴としては、反乱属死だけではなく、親不幸といった人林にも取る罪に適用されたという点である。いかに例を挙げる。 大の君主の卓抜部一族の卓抜誠君が、卓抜金の強さで不応の卓抜重翼や、弟たちを殺した罪で、前身の天皇府県によって車先で処刑されているのもこの一環だと見ることもできる。やがて久々の統一国家の隋にいたり、文定要件は581年に新法を交付。車、列を廃止にしたが、次の容体によって復活。 無本を企てた者をこの方法で処刑している。当代には、隋の悪法として、車列は廃止されるが、相手の時代に行われた記録がある。五代十国時代には一度のみしか記録が見受けられない。利活用の義式であった、リアリコが、残言から無本へと追い込まれて、車列に処されている。両代において、平王のこの陳歌が不王を殺そうとして、車列にあったのを最後に、 以降の時代は、領地刑のような残酷な処刑そのものは行われていたものの、車列に限っては廃止された。詳細は、牛崎参照。ありがとうございます。